うんうん、いいね。奏も真冬もめちゃくちゃ似合ってるよ。後で絶対写真撮らせてね。他の人たちに見せないなら。やったー。よかったわね、みずき。うん、こんな無茶ぶりも聞いてもらえるなんて最高。ほんと、パジャマパーティーを提案してよかったよ。まったく、付き合ってくれる奏たちに感謝しなさいよ。とか言って、僕が写真撮らせてって言った時、エナも撮りたそうにしてたくせに。え？まあ、こんな珍しいことめったにないし、思い出の写真はいくらあってもいいでしょ？あら、ミクたちが気になるのかしら。パジャマに着替えてくるって言って、まだ戻ってこないから。ひょっとして、着替えに苦戦してるのかな。ボタンが星の形してたり、リボンもいろいろついてるし。もしそうだとしても、人間一緒だから、きっと大丈夫じゃないかしら。それより、みずきは他にやりたいことはないの？他にって？この後、お菓子やケーキを食べたりはするけど、それだけで満足なのかしら？そういえば、服を着替えたくらいで、やってることは他のみんなの誕生日とそんなに変わらないし。それだけって言ってもさ、みんなが僕のために集まって僕のやりたいことに協力してくれてるんだよ。こんな贅沢な誕生日なかなかないって。瑞希がそう感じてくれてるならよかった。祝う側としてはちょっと歯応えないけど。歯応えねえ。じゃあ、ミクたちが戻ってくるまで暇だし、ちょっと歌う？え？歌？あら、いいわね。パジャマを着ているからか。このままだと寝てしまいそうだったの。瑞希が歌いたいなら歌おう。今日は瑞希に一番楽しんでほしいから。ありがとう。なら、付き合ってもらっちゃおうかな。じゃあ、行くよ。君の夜をくれ。悲しい話じゃないさ、みんな
やっぱり歌っていいよね。なんか気持ちが落ち着くっていうか。それが良かったわ。ここにいるみんなも、私たちの歌を見守ってくれていたみたいよ。え？あ、いつの間に？なんだ、いるよって教えてくれればよかったのに。あ、もしかして、みんなも僕のお祝いに来てくれたの？なんてね。そうみたい。本当に？ちょっと調子乗っちゃったかなって思ったんだけど。まあ、ちょうどいいじゃん。今からみんなで、みずきのお祝いしない？え、でも、ミクたちがまだ。もちろん、パーティーはまだしないけど、お祝いだけ。集まってくれたみんなを、このまま返しちゃうのも悪いでしょ。そうね。みんなも、みずきのお祝いがしたいんじゃないかしら。じゃあ、せっかくだし、お祝いしてもらっちゃおうかな。みんな、用意はいい？せーのでお祝いするからね。行くよ。せーの。みずき、誕生日おめでとう。みんなありがとう。来てくれたみんなもありがとね。なんかすごくあったかいな。このまま寝たらすっごくいい夢見れそうだよ。ま、ケーキを食べずに寝るなんてできないけどね。っていうか、さすがにミクたち遅くない？やっぱり着替えで苦戦してるのかも。そうね。様子を見に行きましょうか。みんな、お祝いしてくれて本当にありがとう。それじゃあ、また世界で会おうね。